ロ野球はアマチュア時代から抜きんでていた選手たちの集まりだ。このハイレベルな戦いで活躍できるのは一握りという厳しい世界だが、高校時代に控え投手だった無名の選手が大ブレイクしたケースもある。人間の素質はいつ花開くかわからない。控え時代も腐らずに高い志で鍛錬を積み重ね、努力が結実した。その姿はアマチュアの選手たちにも大きな勇気を与えるだろう。野村克也が語る、上原浩治。